市内の景色、ミトロビツァ、あるいはコソブスカミトロビツァは、コソボ北部にある町、及び、それを中心とした基礎自治体。ミトロビツァ軍にあり、その軍とである。コソボ紛争が1999年に終結して、以降、町は、南のアルバニア人と北のセルビア人によって、分断されている。町全体では、アルバニア人が、多数派となっている。町の北部は、 コスボのセルビア人共同体の事実上の首都となっている。町はセルビア語ではコソブスカ・ミトロビツァと呼ばれ、アルバニア語ではミトロビツァあるいはミトロビツと呼ばれる。ヨシップ・ブロズ・ティ島の死後、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成体は、それぞれ一つの都市名をティトウにちなんで解消し、ミトロビツァはセルビア語でキトバ・ミトロビツァ、アルバニア語でミトロビツァ・エティトスとなった。 社会主義体制が崩壊した後、故障から、ティトーの名は外され、元に戻された。ボスニア語での故障は、コソブスカ・ミトロビッツァ、トルコ語での故障はミトロビチャである。日本語においては、コソブスカ・ミトロロビッツァ、コソフスカ・ミトロビッツァ、コソブスカ・ミトロビッツァ、コソブスカ・ミトロビッツァ、コソフスカ・ミトロビッツァ、コソフスカ・ミトロビッツァ、あるいはミトロビッツァ、ミトロビッツァ。 ミトロビッツァ等の表記も見られる。15世紀に初めて文献に記され、聖デメトリウスの教会を中心に発展した町であった。この町の故障はデメトリウスに由来している。ミトロビッツァはコスボでは最も古い都市の一つであり、中世の文献にもその存在が記されている。ミトロビッツァの故障は14世紀のテッサロニキの聖デメトリウスに由来しているとされるが、 町の故障の起源に関する他の説もある。ミトロビツの付近には中世の要塞、ズベチャンがあり、ネマニッチ家統治下のセルビア王国において軍事長重要な役割を果たした。オスマン帝国の統治下で、ミトロビツは小規模なオリエンタル風の町であった。19世紀に鉛の鉱脈が発見されると急速に発展を始め、鉛の生産は コソボの歴史的な機関産業の一つへと成長した。ミトロビザの町と町を取り巻くミトロビザ自治体の領域では1999年まで続いたコソボ紛争によって壊滅的な被害を受けた。欧州安全保障協力機構によるとこの地域はコソボ解放軍のゲリラ活動が行われた。北大西洋条約機構のフランス軍部隊の指揮の下、7000人の フランス軍兵士がクファーの北部地域に展開しており、その司令部がミトロビツに置かれている。その指導下では、1200人のアラブ市長国連邦の兵士と少数のデンマークの兵士も活動している。紛争の余波によって、町はコスボの民族分断の象徴的な存在となった。壊滅的な被害を受けたミトロビツの南部地域には、5万人程度のアルバニア人が再入植した。 破壊された村からの人口流入によって南部の人口は増加している。およそ6000人いたロマのほとんどがセルビアに脱出した。ミトロビザ北部ではおよそ8000人来し1万人のセルビア人が地域に留まっている。一方、約2000人のアルバニア人と1700人のムスリムスラブ人は北側の孤立集落に残されている。 南側に住んでいたセルビア人はほぼ全てが北側への移住を強いられた。2003年の時点でミトロビツァの町には7万5000人が暮らし、自治体全域では10万5000人の人口があるものと推定されている。ミトロビツァは2つの民族による互いに対する民族浄化の的となった。これは双方の民族主義者によって激化した。 町の北側と南側をつなぐ橋は、武装したクファーの兵士によって守られており、民族間を分断し、他方への侵入と衝突の発生を防いでいる。ミトロビサでの民族間の緊張により、多数のクファーの兵士と、国際連合コソボ暫定行政ミッション警察が、配備され、多発する民族間の衝突に対処している。しかしながら、暴力や迫害は、セルビア人、 アルバニア人の間にとどまらず他の民族の住民へと向けられることもあり、町の各所や、さらには、個々の建物の前にも、兵士や警察が防衛に当たらなければならない状況となっている。2004年3月17日、アルバニア人の子供が川で溺れたことが、セルビア人とアルバニア人の間での大規模な暴力衝突に発展した。この衝突では、 セルビア人の少年が殺害されている。数千人の興奮したアルバニア人及びセルビア人のデモ隊に対して彼らが橋を渡るのを阻止しようとしたため暴動と発砲事件に発展した。8人のアルバニア人が死亡し300人が負傷した。流血の騒動によって1999年以降で最悪となるコソボ暴動へと発展した。二千四年四月十八日。 ミトロビツァの刑務所は国際問題へと発展した。国連の監視として勤務していたヨルダン人警官が国連の警官らに対して発砲し、3人が死亡した。2008年2月17日のコソボの独立宣言の後、ミトロビツァでの民族間の緊張は優位に高まった。150人のセルビア人警官がアルバニア人の当局からの命令を拒否し、停職された。 セルビア人の抗議によってアルバニア人の裁判所職員がイバル側を渡るのを妨害された。国連警察は3月14日、セルビア人らに対して催涙ガスを使用して裁判所に侵入、制圧した。事件では数人の負傷者が出た。手榴弾の爆発によって複数の国連及び NATO の職員が3月17日に負傷した。国連軍は後に ミトロビツァ北部から撤退した。アルバニア人主導によるコソボの独立宣言に対して、セルビア人らは、ミトロビツァに、コソボメトヒア自治州自治体共同体議会を設立した。1999年のコソボ紛争以前、OSCE の推計によると、ミトロビツァ自治体には116.500人の住民がおり、うち81%はアルバニア人。 10%はセルビア人などとなっている。その他の民族には多数のロマが含まれる。ミトロビツァ自治体に住むヒアルバニア人の多くはミトロビツァの町に居住していた。ミトロビツァの町ではおよそ6万8000人の人口があり、71%はアルバニア人、9000人のセルビア人、1141人はその他の民族であった。 アルバニア人は町の全域に暮らしていたが、セルビア人の多くは町の北部に居住していた。1999年、プリシュティナ大学のセルビア系の学部は、ミトロビツァに移転した。ミトロビツァは、FK パルチザンコソブスカミトロビツァ、KF トレプチャ、KF トレプチャ89の拠点である。ありがとうございます。